江頭パテモソ50分でございます。はい、江頭パテモソ2時50分でございます。でも8時半なんですけどね。あ、はい、どうもこんばんは。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。私はなかなかバタバタした1週間でございました。はい、仕事は暇でしたけどね。そんな私、本日はヘルスパテモソということで、昨晩作ったマロニーとゆでもやしをポン酢と醤油とシャンタンデラックス、まあ、シャンタンデラックスは30秒からぐらいチンして溶かしたものね、醤油でね、それとごま油、あとキムチで混ぜたやつです。あとあのスライスキュウリね、入ってます。これあえて昨日の夜から一晩つけております。で、よいしょ、ちくきゅう、ちくわの中にきゅうりを入れたもの、こちらね、ちくわの。でこれあの前作ったいぶりがっこタルタルに、アボカドとエビ、ボイルエビ混ぜて、マスタードと醤油ちょっと混ぜます。はい、今日も40分45分歩いてきました。よし、暑いからもう嫌になっちゃうね。ほんと涼しくなってほしいわ。本日また請求やってまいりまして、私のもうお金は足りるのかどうかすら不安になってまいりました。家建設ね、薪ストーブの、薪とペレットストーブね、薪もペレットもいけるストーブをつけてもらうんですけど、それの見積もりが来ました。105万円取り付け工事込みで、取り付け工事込みながらね、105万円ほどします。エアコンこの間買いました、5、60万円使いました。それに取り付けもあるんで、それ100万で暖房機器、冷暖房で200万円。もう見ないふりにします。乾杯。破産すんちゃうか、俺も破産しそうやな。足りるんかな、もう計算すらできなくなってきてる。これでいいですか、いいですか言われるけど、それいいかどうかそれ分からへんもん。今俺何もかかってんのも分からへんもん。うん、聞かれてもね、もう今何もかかってんやろ。一応社長には言ってるんですよ、もうあとはこんだけしか出せへんぞって。うん、そん中でやってねって。俺ははいはいいいよいいよって言うけど、お金がないよ。うん、うまい、美味しいやん。マロニーともやし一緒に茹でて軽くだけ絞りました。あ、あの鷹の爪も入れてます。うん、うん、あ、美味しい。ポン酢醤油シャンタンデラックス、駅中華でもいいと思いますよ。ポン酢と駅中華でごま油、うめえな。こんなこんなのパテモソ協会、今日はね、ツイッターでもちょっと怒ったんですけど、私がもうかれこれ一番初めの出会いからすると20年以上、多分20年以上経つか、20年以上前からね、ちょこちょこ集めておるロッキンジェリービーンさん、その頃ボサでほとんど出てなかったんですよ。まだあれ日本海外でやられてたんですよ。エロスティートップとかやってる名前ね。あの時はもうエロスティカやったっけ、エロスティカっていう名前やったかもしれんけど、うん、で一番初めに出会った頃はもうキラーコンドームで、私はまあほとんどの初期のファンっていうキラーコンドームのポスターが入ってると思うんですよ、ロッキンジェリービーンは。
最近の方々は何か分かりませんけどね、最近は551の蓬莱ともコラボしますけど、ちょっと前だとモード学園の CM とかね、あとハイドの、大学のハイドのバンドのバンプするのポスター、ポスタージャケットとかね、そういうので有名になってますけど、海外ではあのベルベットリボルバー、ガンダンドローディスのアクセルローズ以外のメンバーが作ったバンド、それのフルアニメーションの PV とかもロッキンジェリービーがやってたんですけど、そのロッキンジェリービーさんがね、最近再販しやがんですよ。微妙に違うんけど、その当時にね買ってるもんからすると、枚数も限定なんですよ、100枚とか200枚とかで、ね、鉛筆で書いてあるんですよ、何枚と何枚で何万件でね、これ持ってきてますば、でもそう、ちょっと前に再販したかったらね、これなんですよ、これ私が一番初めに買ったポスター、もう本当はもっと違うの、もう俺がもう一個欲しかったやつも再販してんけど、再販やから俺買わへんかったけど、これとこのピンクのね、もうおっぱいがポロンって出てるこのポップデリックってやつ、エロスティートップとかエロスティポップとかポップデリックとかっていうこの初期のやつ、まあ、これロシャンジェルスって書いてあるんですよ、ここ2005年エロスティポップロサンゼルス、エロスティポップやで、この頃ね、ウィンプレット、これ当時もですよ、当時もというか当時買ったよ、これは2005年ですよ、もうすでにこれだけでも17年前ですよ、これ私買った、こういう再販しやがったんですよ、ちゃんと違うように書いてあるのかな、多分、まあここは変わってると思うけどね、エロスティカに変わってると思うけど、まあ、でも丸っぽこのまんまなんですよ、絵が。この頃は昔ここにもエロスティカルね、刻印もしてない当時のモデルですけど、これ再販しとった時に、おいおいと、ただその時買い、俺がほんまは欲しかったピンクの方も中売り切れてたんですよ、その当時俺が顔を持った時には、だからこっちでいいやと、これポップデリックの方あったんですけど、これが一番初めかな、ポスターは、うん、でね、ただこの時代はキラーコンドームという有名な映画があるんですけど、映画ね、キチガイみたいな B 級映画があるんですけど、まあさすがにこの当時買ってる人そんなにいないんですよ、私これともう一枚持ってるんですよ、エロスティートップっていうあの横長の緑のね、この角の生えた女の子が水タバコ吸ってるっていう絵があるんですよ、それを持ってるんですけど、これ2枚か俺最初の方買ったやつ、まあ、それは再販してなかったわ、あんま抜きなかったんだけど再販してなかったんだけど、その2枚持ってる、まあ、それは再販してなくていいんやけど、今回ねどこやったっけ、あれモンスタリオンか、モンスタリオンっていうところ、まあ、昔からロッキンジェリー・ミーさんもおもちゃも作ってるんですよ、ソフビ、ファラオスとかダムドロンとかガルガンタスとかね、あれ今回ガルガンタスなかったな、これぐらいのソフビかな、ちっちゃいソフビおもちゃとか、うん、でね3枚復刻しようんですよ、そのうちの今俺持ってるやつなんですよ、エロスティカ、ロキンジェリビンスによって分かる、これモンスタリオン、これ再販ですよ、ここのアニバーサリーサードスクリーニングこれサードの、サードエディションってないでしょ、これだから初版でしょ、これ2回も3回も作ってないでしょ、これこの頃感想書いてないのよ、多分な、サインも入ってないし、これで何ね、この頃まだ後ろもないね、刻印が入ってない、ね、これいつやったよ、あただ ここのマークがこのモンスタリオのこのチョロ Q みたいなのも売ってたんですよ、
この辺多分出てたと思うな。ここのマークだけ変わってランブルモンスターや。ランブルモンスター、うん、ランブルモンスターや。モンスターリオンはこれ、これのこれとね、このファラオス、これもここアニバーサリー1年あ、これだけデロスティカのあれか、原宿店ができて1年目のやつか、ファーストアニバーサリーだしな。昔はこのテクニカラーもあって、 今書いてないのテクニカラーって、もうこれ昔よく書いてあったけど、この時まだ後ろ刻印ないな。この上のこのファラオスっていうソフビーも出てたんですよ。買ってないけどね。ガルガンタス買っとけばって、あの首出すの。あとこれともう一個と、あのダムドロンっていうのが今回再販されるんやけど、これが違うだけ。これだってそれ1年1周年じゃないからね。ここがこれってファラオスの一つ目怪獣のこのファラオスの絵になってて再販されていいんだけど、ふざけんなよと、うんうん、そら俺からしたらね、いやもう色違いじゃせんでええぞ、まだ100分で色違い出してくれんねん。このままの全く色じゃなくて違う色、これジャケットを赤にしてると、スーツを赤にしてるとかさ、やったらいいよ。全く一緒の色なんやもん。ちょっと変えてるだけで、ちょっと売れるからと思ってさ、売れてるから売れ出し、売れてきてるから売れてるからって言ったら、こういうことされると元から買ってる俺からするとがっかりなんだよね。もう再販せえへんと思って買ってっから、出たところ色違い思ってっから、いや丸っぽい一緒ですよ。ランブルモンスターの何周年か知らんけど、そういうのしても書き下ろせよせめて。じゃあ忙しいんか分からんけど、ほんとね、でも進撃の巨人の初版のあの初回限定版のブルーレイをね、一番高い金でね揃えてるやつが一番損するという話をしてたんですよ。結局コンプリート版出してコミックも初回限定版で付いてた DVD のおまけまでそこに入れられてしまうと、コンプリート版に。なんか結局紹介で買ったものの値打ちが全然なくなる、ゴミとかするというね。まだまだその一番最初の時にね買ってくれた誤算の人をね、誤算の人がね損するようなこととかね、気分悪くなるようなことはねやっちゃダメだと思うんですよ。私ほんとこういうこと嫌いやから、終わりは終わりなんですよ。ビジネスやからそういうもんやろって言われたらそれまでなんやけど、終わりは終わりなんだよ。アーティストというかそういうあのクリエイターとしてプライドとしてね、2回3回出すつもりなんやったら最初からずっと売っときよと、枚数制限しんと、受注生産で買いたい人が全員買えるまで売るよ、うん、ね、いつでも買えないもんよ。今回も限定何枚か出すんでしょ。それはなんかそういう売り方は良くないよなと思うんだよね。少なくとも前、まあ、ちょっと差をつけてくれてからいいよ。初回のやつと今回の差はあると思う。2022って書いてあったから、それはでもね、2022って書いてあるのか昔のほうかのさなんてね、ただその絵が好きなだけの人としては関係ないんですよ。どっちでもいいんですよ、復刻版だろうオリジナルだろうが。そっちは復刻版やし俺の方が古いし言うちゃんやと思ってたって大半の人には関係ないんですよ、そんなことって。でしょ。でもね、これがねもう買えないっていうのは話は別なんですよ。一緒のやつが
復刻であろうわ。じゃあ負けそうだと思って買ってるから、いや結局まだ出すんやろなと思ってしまうしさ、売れたやつまだ再販すんのとか。あのロックンロールサーカスっていう、まあ、ルートギャラリーでロッキンジェリビーの中でも結構高値がついてるポスターがあるんですよ。まあ、買った時は3万ぐらいですけど、今でも多分10万超えてるようなやつ。もう初版のやつ一番、まあ、1回目2回目3回目なんですよ。2回目出てくれた時はぶっちゃけ俺は1回目が間に合わずに買えへんかったんけど、2回目の時は5年までね、うん、買ったんですよ。5周年、10周年、15周年やったかな、もしくは5周年、10周、10周年、15周年、20周年やったかな。一緒の絵で文字だけちょっと変わってるっていうのがあって、ボリューム2って書いてあったけど、それも本当はね俺買えたし嬉しいけど、セカンドエディションでないけど、セカンドエディションっていうのだけはちょっと嫌ねんけど、俺はコレクターやから、そういうの集めて、集めて、なんか好きなもんしか買わんけど、ロッキンジェリービーの絵が好きで買ってるから、でも買えたしいいわと、よかったと思えたけど、でも、ボリューム1の時、1個目で買った人からすると、おい、再販すんだかよ、まだ5年目でみたいな、って思うと思うのよな。でさ、次俺からしたら多分2回目、3回目もやんの、これまだ20周年もやんじゃねえみたいな思ってしまうやん。ボリューム4とか出んじゃねえみたいな。一生がこれ出されたらさ、もう微妙やなと思うんだよ。でもおまけにそれが人から言うよりはボリューム1だろうがボリューム2だろうがこの映画好きっていう人からしたらどっちでもいいわけやから、ボリューム1の値打ちが下がるんですよね、単純に。復刻しちゃうと、だって俺のこの初回のやつの値打ちは絶対下がるよ。ちょっと復刻が入ってしまったらこっちでいいやって思う人いるわけやん。よっぽどのこだわりある人じゃない限りは別に復刻でいいやん、その絵が欲しいだけやし。欲しかったら初回のやつしか買えへんっていう値打ちがあるから買ってんのにな。なあ、18本ほど話しましたけど、結局俺は何が言いたいかというと、明日でこれがこの受付終わりですから、あと2枚、残りあと2枚ですんで、私は再販は絶対しませんから。これまた売れたし、10倍売れたし、まだ出したろか、これちっちゃいバージョンでも作って安半額ぐらいで売ろうか、絶対しません。これ二度と作りませんから、これ二度と作れない。もし作るとして自分用には作るかもしれないけど、売り物としては二度と作りませんから。これはちょっと高いですけど、明日で締め切りでございますので、再販ないですよ。私今まで再販なんかしたこと一回もないですからね。茶碗とか丼も作ってくれ言われるけど作らない、うん、ステッカーもこれもないんですか言われても作らない。固くないに作らない。デザインは違うデザインにして新商品にして、もその時のやつもそれで終わりや、うん、ということでこれはもう作りませんので、限定10枚、あと2枚でございます。よろしければ動画詳細欄にリンクが、フォームのリンクが書いてますんで、まあ、今まで今注文していただいた方は皆さんに支払い完了してますし、連絡いってると思いますんで、7月の2日の受付終わり次第順次発注をして発送、完成して発送していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。残り2枚ですよ。ステッカーも明日までですので、ステッカーに関しては残っているのはまたいつか出すかもしれませんけども、もうとりあえず今回で販売一旦終わります。私もめんどくさいんで1枚来たからまた発送しに行くっていうのもあんまり俺したくないんで、売り切れるまで売らないんで、また何かの時にまとめて、うん、まだ出します。はい、というわけですごい長い宣伝でございました。というわけで
ごちそうさまでした。皆様1週間お疲れ様でございました。良い休日をお過ごしくださいませ。ほな。